ケイタさん、お疲れ様です。お疲れ様です。第2期生の方もですね、はい、ようやく月に100万円突破しようとしている方が出てきたんですけど、はい、まあ、今2020年の10月ということなんですけど、このタイミングで100万突破できると年末結構期待できますよね、1期生の様子を見てるとね。相当できますね。まあ結局100万いってるってことは、ベースになる準備ができてる人なので、あとはやるだけみたいな状態にもうなってるので、しかもまあ年末商戦にまあ乗っかれるタイミングなので、うまくやる人だと本当に2、3倍ぐらいは全然いけちゃうっていう感じですね。なるほどですね、はい、2、3倍ですか、すごいですね、はい、年末商戦ね、やっぱり、はい、そうですね。しかも10月は、9月が売り上げポン、8月9月が跳ねるんですけど、10月ちょっと落ち込むんですね。でその後また11月バーンと上がるんですけど、なので10月のタイミングである程度数字が作れてるっていうのは、まあ本当いい状態だなと思います。確かに物販やってる人みんな、はい、10月なんか落ちるとか言う人も多いですよね、やっぱね。そうですね、はい。今月その、Amazon に関してはその全世界でプライムデーっていうのがあったので、まあその日は私自身もものすごい跳ねたんですけど、全体で見ると、その何ていうんですかね、9月ほどではない月かなという感じなので。ということは、10月でしっかりと土台を固める、はい、商品点数を広げておくと、はい、それが11月、12月にいよいよ売れるって形になるわけですね。そうですね、今までしっかりこう出品したけど、ぼちぼち売れてるけど、なかなか跳ねないなみたいな思ってる人は、もうしっかりその出品してきたものが、これから生きてくるっていう感じですね。じゃあ、今、買い時ということですね、逆に。そうですね、そこでなんかやめずに、あとは淡々とやり続ければいいかなという感じですね。1期生の12月度の最高ってどのくらいでしたっけ？そういえばあれですね、単月ではちゃんと一人一人の方には聞いてないんですけども、やはり300万月商で行った人っていうのがいるんですけど、その方が今600万とか500万になってるわけですね、はい、今の月 ね、はい、ベースも上がって平月でも売れるようになったってことですね。それで ね、もうすぐに結果ってやっぱり出なくて、こうスタジオを鳴らしてる期間ってどうしても出てくるんですけど、ここまでこうやり続けられるかっていうのが、こう後からどのぐらい跳ねるかに現れるっていう感じですかね。はい、まあ、孔明さんよくおっしゃってますけど、結局、はい、ある程度こう稼いだことある人はこう準備にちゃんとこう時間が使えるというか。そうですよね。はい、ゲータ式物販っていうのは準備期間がね、他のビジネスより短いと思いますよ、僕今。そうですよね。最近のビジネスの難しさって、はい、例えばインターネットがまだね、ビジネスが個人でこの広がったばかりで2004年とか5年とか昔って考えてみると、はい、もうやったことがね、次の月とか2ヶ月後にはすぐ出てるっていうような状態だったんですよね。まあそれがバブルだったわけですけど、今思い返してるよね、うん、当時は僕も自分のことを天才じゃないかとちょっと勘違いしたこともあったんですけど、それはそういう時期だったんですよね、みんなね、はい、やればみんなすぐ結果出るみたいなね、はい、ところがもうあれから2004年からもう16年ぐらい経ってて、はい、今となったら多分ネットビジネスのあれたらえるものがそんなすぐに結果出るもないですよ、はっきり言って、うん、もう最後の砦が物販みたいな感じですね、今ね。もうブログなんか行ったらね、多分仕込みのそのね、我慢して広げなきゃいけない時期が、はい、多分1年以上かかるんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね。既存にお客さんのリストがものすごいある人だったら、まあ話は別でしょうけど、そんなないですもんね、誰も。はい、はい、まあリストあるっていう状態もそれ、すでにネットビジネス始めてんじゃんって話です。ああ、そうですね。だからゼロ一の人にはそういう状態はないわけじゃないですか。そうですね。だからそういうのを考えたら、今の時代で、まあ僕が心配したら、またほらネット物販も、はい、去年はできたけど今年もできなくなっちゃうんじゃないかなみたいなね。特に今年ってほらコロナのご時世があったから、そうですね、たくさんプレイヤーも入ってきて、それでゼロ一の難易度が上がってんじゃないかなって僕は想定したんですけど、まあでも携帯式に関しては、海外配送の問題があって、はい、一般のゼロ一で始めた人で、まあコミュニティも持ってない人ってやり方が分かんないと、はい、まあ、大抵ギブアップするような状況ですね、今ね、海外配送に関して ね。今なんか改めてやろうっていう人って、なかなかこういうコミュニティを知らない人は難しいですよね。多分そこがブレーキになって、はい、同じように去年と同じように、じゃあ今の時期に100万になって、はい、年末で300万目指せるんだなっていうのね、もうこれちょっと僕も安心しましたね、はい、それを聞いて、はい、やっぱりゼロ一の難しさっていうのはね、年を追うごとにこれね、後回ししすぎると難しくなってくっていうのは、ネットのこの定石っていうか当たり前のことなんですよ、特別じゃなくて、
もちろん築き上げた人は、まあ、あとはどれだけ頑張るかの戦いなんですけど、これ01ですよね、特にね。そうですね、01ですね。だからそうなんですよ、ね、僕が今やっている大変さと皆さんの大変さ全然違うと思うので、その僕は別に大変じゃないと思うんですけど、はい、まあ、でも今年もまだこうやって同時期にね、ちゃんと100万突破しそうな状態になってる、はい、でそうすると年末300万円圏に入ってくる状態が作れる、2期生も、ね、はい、できたんですけど、やっぱりこれ後回しにすればするほど大変になってくるんで、そうですね、まあ、ぜひね、そう、2期生の人もまだ今ちょっとゆっくりやっちゃってますよとかね、忙しくてね、あとはまだ携帯式そのものをね、まあ、ネット物販そのもの取り組んでませんよという人は、はい、まあ、僕としてはやっぱり急いだ方がいいかなと思いますよね。そうですね、01の方はね、これもう最初からお伝えしますけど、その売れる時期にこう売れる経験を詰めるか詰めないかって大きくて、あ、売れるんだっていう実感をもっと持ってもらいたいというか、あの01は大体の方が突破してるんですけど、2週間に1個とかではなくて、そのなんか2、3日に1個とか毎日のようになんかが売れるみたいな状態で、あ、こんな風に売れていくんだっていうのを早く掴んでほしいですよね。まあ、今回100万突破しそうな方はね、まあ、素晴らしいって形ですけど、はい、まあ、その他の方々もじゃあ同時期に始めて、ほぼ同時期に始めてね、同じようなこの同じこのレッスンを受けて、でパソコンもほぼ同じようなスペックのものを使って、はい、やってるの、なんでこんな発散出るんだっていうのはよく考えた方がいいかなと思うんですよね、はい、でいろんなこと言い訳してできませんできませんっていうのをね、まあ、会社の仕事が忙しいとか本業が忙しいとかいろいろあると思うんですけど、もともとじゃあ経営多式はなんで始めるのっていうのもあるわけですか、ね、先々見据えた時にやっぱりオンラインのパソコン1台で稼げる方法っていうのは一つ確立しなきゃなっていう人たちが主に始めてると思うんですけれども、そうですね、でそこを後回しにするっていうのはやっぱり大切なことを後回ししちゃってるんで、まあ、それはちゃんと3年後4年後5年後見た時に相当の差になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ片や今回100万突破した人はもう3年後4年後5年後はもうパソコン1台で人の状態で稼げるようになってるわけですし、で片や後回しにし続けた人はもしかしたら3年後4年後5年後もなんか同じような状態でちびちびやろうみたいな形になってるかもしれないし、そうするとでも人生が変わっちゃうわけですから、3年間5年間で経ったの、ヒータさんだってこの稼げる前と今と比べたら全然人生違うでしょ、もう。そうですね、想像できないですね。で社畜のように毎日のようにこの通ってた日々から脱出して今こうやって時間と場所の自由手に入れることができたわけですか。そうですね、しかもコロナ禍においてももうね盤石の体制で家にこもれるっていうね、その人生を変えるために経営多式を始める決意をしたんだから、やっぱり人生変えるまでとことんやってほしいなって僕は思うんですよね、その意気込みでね。でそのためのまあ数字の目安っていうのはね、別にねそれを追い求めてもいいと思うんですよ、僕は全然ね。そうですね、分かりやすく物販の場合は数字に反映してくれるんで、自分がね、おっしゃる通りで、本当自分の中で数字を決めて追っかけていってほしいですよね。物販はその逆算もしやすいですよね、いくらやるためにどんだけでもいいんだっていうね、その売り上げが出てないっていう人は、はい、それなりの行動しかしてないっていうのはバレちゃうんですよね、そうですね。言い訳が聞かないっていうか、そうですね、そう SEO がどうとかってもないし、そのセオリーでちゃんとやればそのまま売れるっていうことだけなんで、逆に行動してるのに結果が出てないっていう場合だと、こちらもこう、なんていうんですかね、ディレクション しやすいという感じですよね。で今回ね、100万突破した方は、お名前聞いて、ああ、なるほど、みたいな感じでね。はい、ってことなんで、それがそのまま数字に反映されちゃってるんで、まあ、すでに始めた方は重く受け止めてほしいし、もうこれからね、始める方も、じゃあ、経営多式学べばほったらかして勝手に上がるのってそういうあれじゃないんでね、これはね。そうですね、はい、もう今ほったらかしてないんで、もう世の中に。昔はね一瞬だけあったりとかねしたんですけど、もうすぐ消えるんですよ今はね、ほんとね数ヶ月も経たずに、ほんとないですよ。だって僕2004年からこの情報の世界に行ってネットの、はいはい、そんなものあったらね、もうとっくにやってますよね。そうですね。ほったらかしでいいんだったらね、ほんとね。確かに一生懸命積み上げた結果、ほったらかしの度合いが増えるっていうのはたくさんありますけど、はい、01の段階からほったらかしてなんで勝手に自動的にってのはないですね。そのね、うん、ないですね、ないですね。システムとかツールとかうまく使ったり、人をうまく使ったりという意味で、ちゃんと積み上げてほったらかしっていうことですね。なんでやっぱりもう、はい、ある意味この覚悟を決めて、はい、まあ、しっかりの年末までね取り組んでほしいなと。そうですね、まあ、負けてしまった今の状態を、ね、はい、過去を振り返って後悔してもしょうがないんで、もう未来に向けて全力でやるしかないと思ってね、はい、そうですね、
ちょうどだから今ネジを締め直して2ヶ月ですからね、2ヶ月とにかく頑張るっていう、まずそうするとだいぶ変わると思いますけどね。うん、はい、いつやるんだ今でしょうみたいなね、ありましたけど塾の講師先生もね、うん、そういうタイミングしっかりと抑えながらやってほしいなと思います。では引き続き年末挑戦に向けて頑張りましょう。はい、頑張りましょう。